いやー、やっぱパンもいいですよね。こだわりがいがありますよね。花澤かなさんとかすごいパン、パン博士ですよね。前かなさんとご飯行った時に、ふらっとスタジオの帰りに一緒にご飯行きましょうってなって、その時に、 かなさんがおすすめのその通り沿いにある超おしゃれなパン屋さんみたいなとこ行った時にパンの話になって、ここのパンはまるまるが美味しいんだよってとっ詳しいですね、なんて言ってて。で、ふと私が、あの、そのお話の前に、 たまたま見た雑誌とかで、美味しいパン特集とか載ってて、ここのお店の〇〇が美味しい、ここのお店の〇〇が美味しいってかいっぱい載ってるのをたまたま読んだのもあって、あ、そういえば〇〇っていうお店の、なんだっけな、な、なんかが美味しかったんですよね、とかっていうと、全部かなさんが、あ、それ、どこどこにある〇〇の〇〇だよね、みたいな。<laughs> 詳しいかなさんすごい詳しいっていう本当に全部、ああなんか網羅されてましたね。 でもすごいね、なんかその、話す様子がすごい、愛らしかった。<laughs> パンをこよなく愛する感じが愛らしかったですね。いや、カナさんとね、ご飯行くと幸せになるから楽しい。また行きたい。ということで、ここまでとなります。こんな感じで普通のお便りお待ちしておりまーす。